皆さん、こんにちは。大ヒット映画ビーバップハイスクールで人気を博した俳優の清水幸次郎さん。当時は不良の憧れの的でしたが、近年では表舞台で見かけなくなりました。そこで今回は清水幸次郎さんの現在や病気、逮捕、私生活など様々な噂について紹介していきます。清水幸次郎さんは1964年11月10日に東京都で生まれました。芸能界入りのきっかけは、高校在学中にタケノコ族として原宿で踊っていたところをスカウトされたことでした。1981年、タケコウジ名義でアイドル歌手デビュー。マイ、マイ、マイ、アイニードユーの2枚のシングルを発売したものの、すぐに活動休止状態になってしまいました。そして3年後の1984年、清水幸次郎として再デビューを果たしました。その後、ビリー・ジョエルは似合わないで第13回東京音楽祭国内新人大会のグランプリを獲得。これをきっかけに一気にブレイクしました。それ以降もラブバラッドは歌えない、タッチダウン、ダウンタウンアリーなどヒット曲をリリースし、人気歌手として活動していました。そして1985年、清水幸次郎さんに大きな転機が訪れました。それが当時大人気映画となったビーバップハイスクールへの出演です。この作品で清水幸次郎さんは主人公のヤンキーコンビ、トール・ヒロシのヒロシ役を演じ、トール役の中村トールさんと共に一気にブレイクを果たしたのです。映画は大ヒットを記録し、清水幸次郎さんは1987年に日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しています。この作品で世間には清水幸次郎イコール不良というイメージが植え付けられたことで、プライベートなどでも本物の不良に絡まれることもあったそうです。ビーバップハイスクールシリーズの終了後は、映画極道の妻たちシリーズや獅子王たちの最高などチンピラや不良役を多く演じました。また1990年代は主に V シネマで活躍し、極道ステーキ、修羅の門、龍神三兄弟など様々な作品に出演していました。そんなビーバップハイスクールで中村トールさんと共にブレイクを果たした清水幸次郎さん。しかし前から中村トールさんとの仲が良くないという噂がありました。どうやらこの噂は本当だったようで、清水幸次郎さんはよそで言わんといて、ここだけの話が聞けるマル秘料亭に出演した際、 MC の名倉淳さんからオーディションで中村トールさんは真面目な人なのに受かって、清水さんはヤンキーのままだから受かったから話が合わないのではと聞かれました。すると清水幸次郎さんは合わないですねと中村トールと不仲であることを認めたのです。しかし現在でも清水幸次郎さんと中村トールさんのコンビのファンは多く、2人の再共演を望む声も多く上がっているようです。そんな清水幸次郎さんですが、私生活では1993年に結婚しています。お相手は元客室乗務員の女性ということですが、一般人ということから名前や年齢などは公開されていません。また以前から2人の子供が誕生していると噂されていましたが、実際には少なくとも息子が一人いることが分かっています。清水幸次郎さんの息子は龍舞さんという方で、清水幸次郎さんが2020年から開設した YouTube チャンネル清水幸次郎チャンネルの動画編集や企画などを担当しているそうです。2021年2月26日に公開された動画では、実際に龍舞さんも出演しています。龍舞さんの年齢などは明かされていませんが、動画からは清水幸次郎さんととても仲がいいことが伝わってきました。また清水幸次郎さんは過去に逮捕されたことがあるという噂があります。この噂の原因となったのが、2003年頃に漫画ゾンビやレイコを V シネマ3部作で実写化したいと思った清水幸次郎さんが、知人の会社社長に3000万円の資金援助をお願いしたことでした。頼まれた社長は、清水幸次郎さんの人気漫画なので1作目の時点で資金は回収できるという言葉を信じ、3000万円の出資をしました。しかしその後 V シネマの監督から
3000万円が入金されていないと報告を受け、社長は清水幸次郎さんを問い詰めました。すると清水幸次郎さんは、スタッフがお金を使い込んだと説明し、さらに2000万円を借りたそうです。そして映画はどうにか2作目まで完成したものの、社長は3作目の費用は出せないと追加の出資を断りました。しかし違約金が出ると言われ、仕方なく3作目制作ために4000万円を追加出資。この時には出資した金額が合計9000万円になっていました。でも結局この映画では社長が出資した分の資金を回収することはできませんでした。そこで社長は2000万円の返還を求める裁判を起こしたのです。一般債権の時効は10年、社長が最初に出資したのは2003年でした。そのため社長はその時効となる2012年までに2000万円を返還する裁判を起こしたのです。しかしこの裁判は清水幸次郎さんが出廷しなかったので敗訴。裁判所からは清水幸次郎さんに対して2000万円の支払い命令が出されました。するとその後、清水幸次郎さんに連絡がつかなくなり失踪状態に。結局清水幸次郎さんは2000万円を支払ったのか、それとも時効が成立したのかは分かっていないそうです。そんな清水幸次郎さんは2015年、よそで言わんといてここだけの話が聞けるマル秘料亭に出演した際に、2014年の5月頃から更年期障害を発症していることを告白しました。番組では血圧の薬を飲みながら闘病中であること、その不安を紛らわせるために毎日お酒を飲んでしまい叫びたり状態であることを明かしました。その影響で血圧も上がり、日常生活もままならないような闘病の日々を送っていたそうです。さらに2020年2月20日に放送されたバラエティ番組直撃真相坂上に VTR 出演した際には、不安障害を患っていることを明かしました。清水幸次郎さんは約10年前に体に異変を感じ、朝起きると枕がびっしょり濡れるほどに汗をかくようになったそうです。さらに手や足が震えて汗をかくようにもなり、外出することすら難しくなってしまったと話していました。そして病院に行き検査を受けたところ、不安障害とアルコール依存症、その二次的疾患として膵炎などの病気を患っていることが判明。このままの生活をすれば余命1ヶ月という宣告を受け、現在はやむを得ず芸能活動を休止していると明かしたのです。その後清水幸次郎さんはアルコールを断ち治療に専念しました。その結果体調は徐々に回復しましたが、まだ以前のように芸能活動を行うことはできないようです。そんな清水幸次郎さんですが、現在は主に YouTube とスナック経営しながら生活しているようです。清水幸次郎さんは2020年に清水幸次郎チャンネルという YouTube チャンネルを開設。現在も動画投稿を続けています。不安障害から完全に回復していないため、大きな企画ができないものの、トークや過去の共演者との対談企画、質問コーナーなどの動画を配信しています。また清水幸次郎さんは、兵庫県神戸市で奥さんと一緒にスナックを経営しています。スナックの場所など、詳細については分かっていませんが、現在は兵庫県神戸市長田の区に住んでいるという情報があるので、おそらくこの付近でスナックを経営されているのではないかと予想されています。今回は清水幸次郎さんの現在や病気、逮捕、私生活など様々な噂について紹介してきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。